ははい。い、えー、皆さんこんばんこば、えー、講師の雲野です。それではあのお疲れの中第2部ということで、えー、引き続きまして私の方からですね、えー、年明け6か月の学習法としまして少しあの基準点、えー、未満の方のお対策をお主にですね、お話をしていこうと思います。 の対象者の方よりも若干まあの少しレベルを下げた対策という点になりますのでそこはどうぞご了承いただければと思います。 さあ,あの年末、わすの,の慌ただしい中に皆さんも、まあ、あのいろいろですね家庭のことだったり仕事のことだったり忘年会もあったりだとか非常に大変なあの12月を過ごしていらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますそしてあのインフルエンザも流行ってきておりますので、ね、あの体調を崩されているなんて方もちらほら見聞きしておりますけれどもそんな12月この時期だからこその、ね、ちょっとアドバイスをさせていただくということで毎年この時期にこの年明け半年間、ね、勉強方法についてのガイダンスをしております。 おります、えー、レジュメはあの二人のレジュメ合冊になっておりまして私あの改めまして根本さんの次のページから、えー、また一ページとしましてページ番号新たになっておりますこちらを使いまして説明をしていこうと思いますさあまずあの年明け、えー、ということでまあ一月うこれ あの年が明けてからの勉強半年間の勉強ということをですね視野に入れていきますがまずあのその前に年末までのところちょっと若干まだ年末まで若干、えー、2週間、えー、今日ありますので今生で聞いてくださっている方はもうちょっと前からアドバイスするとちょうどこの年末の時期というのは、えー、実力 うん実践力パワーアップ講座やそれからパーフェクトローラー講座もしくは初級講座をお取りの方はインプットの講義はまだまだ続いている最中だと思いますですのでねあの年末まではとりあえず今走っているインプット講座の方をしっかりとこなしていくということが中心になっていくかと思いますでその際にもしまあインプットを取っていらっしゃらないで自分で勉強しているというような方で差し当たって年末までちょっと時間があるとポット時間が空いてまあ何かしらのインプットの勉強で ででできるるような、ね、状態でああ、ね、じゃあ先生何をやったらいいですか年末までちょっと時間ができたんでじゃあ一通りあ,のあと2週間で全科目を見渡すのがいいのかそれとも主要科目だけやった方がいいのかそれとも債権法改正があったからか改正だけじゃ年末までにちょっと手こ入れしておいた方がいいのかいろんな質問をねやっぱり受けるんです特に独学でやってらっしゃってある程度こう主要科目やマイナー科目もう12月までのところである程度目処がついたような方えちらほらと最近そういう質問が来ております。でそういう方 さらにですね申し上げたいのが、まあ、つまりあと二週間何か手工入れするとしたらのどの科目がいいですかというようなご質問を受けた際にいいアドバイスするとすればあの民法じゃないと思います民法のお改正法あのの分野がどれほど皆さんがね対策しているかというのにもよるんですけれどもあと二週間例えば民法を手工入れして年を迎える年明けを迎えるというのはあまりお勧めはしませんなぜかというとですねどっちにしろ一月以降実力要請と並行して民法から 勉強していいいかななきゃいけないんですよですから1月の1週2週間二週目3週目4週目そして4回目の途中までは民法三昧の34週間を過ごしていきますからその時期に嫌でも民法と取り組むというか民法に取り組まなきゃいけないね。でそうなるとにもかかわらずこのラスト年内2週間でまた民法やったら民法ばっかりで6週間とかいうことになってしまう、まあ、6週間は言い過ぎでもでもそういう民法に偏りすぎてしまうもちろん民法をやってやり過ぎのことはないと聞いたことある と思いますけれどもそうは言ってもねやっぱバランスが取れないんですですからもしこの年末ちょっと時間があって何かどこかの科目を手小入れするのであればマイナー科目か会社消灯法がおすすめだと思います会社消灯法はこの実力生の時期ですと2月になっていきますので、えー、2月じゃない3月2月から3月にかけての時期ですよねそうなるとやはりちょっと時間が空いていくんですですので会社消灯かまたはその先のマイナーこちらを少し 少しテコ入れしてみるというようなことがいいのかなと思います。そうですね。会社消灯法は七八九回目ですから、そうもう二月の二十一二十八三月六日のですね週になりますから、そこまで会社保証と法ある程度時間かけられないねことがもう初めから分かってる。だったら会社消灯かその先のマイナーを少しねテコ入れする科目の候補として考えてみていただくといいかもしれません。そしてあと2年末までまた何かテコ入れしておくものがあるとするならば。 記述です記述,で記述の実力要請の12回毎回2問ずつセットされてきますから記述対策は実力要請が始まれば毎週対策立てられますところがその始まればのところでねちょうどここまでのこの年末までの時期というのはその1月以降の実力要請と一緒に出題されてくる記述へ向けた最後のウォーミングアップの期間と言えるんですですからこの後に及んでひな形を覚えてないとか、ね、いう方もしくはないという方もしくは。 解放の手順が決まってないという方で解放の手順というのは要するに解き方についての自分なりのこうルールですよそういったものがまだ定まってないあの初級で来年が1回目の方はしょうががないですよ、えー、来年が1回目の方はまだ定まってなくてもいいんですけど、えー、少なくとも今年1回受けていらっしゃる、えー、以上の方はもうそろそろ自分が答案構成用紙使うタイプなのか使わないタイプなのかそしてどういう手順で、えー、あの解いていくのか極端な話例えばあの「注意書きはどのタイミングで読むのか」も含めたいわゆる実況中継的な ものレックでもいくつか講義出しておりますのでねそういったものでそろそろ年末までにまずは一旦解き方のルールを確定した方がいいでもちろんそれは3末のところで見直しをしをます3末のところで解き方の手順は見直すタイミングを得るんですけど、まあ、でも年末で一旦決めるでその決めたルールに従って1月から3月実力要請と並行して12回の問題でそれを実践していくと。で何かそそれれでで不都合が生じたら3末の段階でそれを 手直ししてでそこからもう絶対手順は変えちゃいけないというようなあの順番を経ていくのがベストだと思いますのでとなると、えー、その年末までのところで1回は解き方を確立したいんですでその際にですね、まあ、ちょっと今年末までのところで今一旦お話をしてますけれども、えー、皆さんのお役に立つであろう講座として若干ちょっとご紹介すると根本さんのですね 根本さんのこう記述のなんだっけレベルアップ講座というのがあるんですがちょっと、ね、これ時期的に、あのー、来年以降のお講義になってくるんですよ、記述レベルアップ講座根本、ね、さんが記述の解き方を伝授する、まあ、講座なんですがちょっと来年でさらに20回で結構に、ね、回数がお多い,い,い、ね、えというのがちょっと負担かなと。 別にあのお根本さんの講義を進めていないわけではないんです,よ <laughs> ないんですけど、えー、もが、まあ、これが一番いいかなと思ったんですけれれどももしこれちょっと年末までのところで記述の解放を確立するにはちょっと間に合わない、えー、一つのもう1つの候補というのが、えー、実はあんまり知られてないんですけどもったいないなと思ってちょっと皆さんに告知するんですけど、えー、パンフレットの、ね、41ページ見ていただくとあ先ほどの根本さんの記述レベルアップは36ページにパンフレットの36ページにあります。でえー、もう一つが41ページに 実は実践力パワーアップコーダー撮ってらっしゃる方いいんですが取ってらっしゃらない方向けに記述編の講義だけをバラ売りしています。 でこの記述編の講義、実は90分かける6回なので90分かける6回かける消灯、えー、法6回、不登法6回なので、えー、普段の3時間講義ではなく半分の90分講義です、で非常にあの負担感はそれ軽くてでもってですねこの各回6回なんですけど不登法の冒頭3回は赤松さんが作った100台の消紋を説明する、でこの100台の消紋、ね、が、まあ、結構すごいんですよ。 私、見てちょっと悲鳴を上げたんですがあのまあ彼は実務家講師でちょっと,ょっと変態なんでちょっと,ちょっとね、あのあの記述大好きすぎて、ですねちょっと,ちょっとあのお日々、記述のことばっかり考えてるんで、まああいう問題になっちゃうんだろうなと思うんですが、まあ、同期なんでね、同期愛を込めてお話してますがあの法廷相続証明情報ですとか、えー、非常に最近の実務でこう使われるようなと、まあえー、尖った論点というかね非常にその実務チックな論点、えー、をかなり問題文中に取り入れているんです。あとオンライン 反対申請を意識した、ね、問題ですとか反乱員を意識した問題だとか。で <laughs> そしてあの先例最近最新の先例で、えー、住所証明情報を添付するときにマスキングしていかなきゃいけないねあの要するにマイナンバーな,んじゃないマイナンバーコードだって住民票コードか住民票コードにマスキングしないとどうなるかみたいなそういったようなまあ実務では当然我々知ってますけれどもそんな記述で出るかななんていうようなものも出してくれてるそして100台すべてがあの添付書類を、えー、抜粋するタイプの問題になってますで最近あの欠かせるとあんまないですよねで添付書類はイオにニホヘっていうところからドワーと並んでるところから抜粋していくあのタイプ の問題で100台作るってなかなか難しいと思うんですがそれをやってのけてで3回で赤松さんがその100台の証文を解説して残り3回の部分で私が実況中継してます1回につき2台本試験より本試験レベルですね本試験レベルの問題を45分で1問45分で1問2問実況中継するという3回後半になってますこれを不当小当とも前半赤松さん後半私という形であのやってま90分 90分かける6回で不登法90分かける6回でート法となってますのでちょっとねその記述の解き方ですとかそのいまいちの年末までに記述を一旦この手こ入れしたいという方にはおすすめですのでなんかこれバラ売りしてることあまり知られてないので、えー、せっかくあの赤松さんが作ったあの問題集もっと皆さんに使ってもらいたいなと非常によくできててですねまあよくこの短期間にバリバリの実務家である彼がこんなの作ったなと、まあ、頭が下がる思いなんですがちょっとねご紹介をさせていただきます。さあそれではじゃあ本題に戻りまして一あのレジュメの方 の私の1月から先ほど言いました4月までは実力要請を本流もうメインの勉強の,あのテーマにしてほしいんですですからあの実力要請から離れることのないようにで実践力パワーアップ講座を取っていらっしゃる方またはの初級講座をやりながらこの実力要請を取られる方だと、まあ、まだ講義が残っていると思うんですね。 実践力の場合には民相以降の民民,相共託民,相民主保全教託司法書士法が週1のペースで残ってしまうわけなんですがでもそれでも実力要請をメインにしてくださいとにかく12週間実力要請の範囲に従って勉強していくね。ネモさんも言ってたと思いますもうとにかくこの第2クールなんですよ第1クールが年末までだとすると1月から3月までが第2クール第2クール実力要請をフルに使って、えー、まあ12週間で完成 させていく一,一通り回していくというのをこれねあのメインとしてほしいとそしてこの間にやるべきこと択一は知識をインプットしそして記述については初見の問題を数多くこなしそしてひな型など過去に解いた問題を繰り返す、ね、2本立てで進んでいってほしいと。でえー まあちょっとまず総論的にお話しますとそして4月の頭に実力判定模試こちら4月の頭に実力判定模試というですね一通り政選等連実力要請編が終わったところでこの判定模試が出てまいりますこちらで実は自分のこう4月からの三月までの成果を見ていただくと でその上でいよいよここから本格的なあ直前期ですよね。で4月以降になりますと今度政仙東練ファイナル編、えー、記述強化編がスタートしていきます。でファイナル編、えー、のお全6回、ね、これをお、えー、まあメインのメインとかこ,このこの時期は。 あれですよファイナルトーレンの時期は予習をするということはちょっと正直ないので、えー、もう行き当たりばったりで受けていくという形になりますで、えー、ここになってくるともうインプットの分量をぐんと減らさなきゃダメですっていうかへ減ってきます新しくく出てくる知識はもう入れない、まあとで格論をやりますけど、えー、新しい知識に関してはもうこの時期その知らない足についた放置の方がいいですね4月以降にあまりインプットっていうのは正直、あのー、忘れてたものを再インプットはいいんですけどその新しい知識をファイナルでお初の知識を頭 手間に入れるなんてことはお勧めできません。むしろ知識維持できるようなね。そういった対策を取っていくべき、各論で詳しくやります。 でその後五5月中旬、えー、全部のファイナルトレーン終わりますといよいよ公開模試シーズン入ってきます。公開模試は全5回、ねで、この時期になりますともう本当に新しい知識を入れてはいけないのはもちろんのこと確実に維持だけに、ねえー、注意していかなきゃいけないという、ね、時期になっていくわけです。そして公開模試がすべて終わりますと約2週間後に本試験、ね、もう超直前期ですね、超直前期がやってくるということで、まあ、この大きくこの6か月を1月から3月まで。 4月から5月中旬まで5月中旬から本試験までというふうに大きく3つにやはり分けていくべきだというふうに考えていますその点についてこれから具体的に各論でじゃあどの時期にどういう勉強をしていったらいいのかというのを、ね、ちょっとお話をしていきましょうじゃあまず年明けから3月までの勉強方法3月末までの、ね、勉強方法についてのアドバイスです。で まず1月からの生遷討論実力予請編を受講し討論のスケジュールに沿って、えー、次回討論の範囲についてテキストを読み込むさあ、あのー、私がお話しするターゲットの皆さん方のターゲットっていうのは何、えー、だ 今年が初受験だったまたは基準点に到達経験がない、ねえー、というような方に向けては予習ありをおすすめしていますさっきネムさんがドーピングがドーピングだって言ってましたけど、まあ、それはその通りですドーピングなんですよで,ですけれどもこのレベルの方が全くドーピングなしで予習なしで臨んだらへこむ以外の何者でもないと思いますへこんじゃってもなんかやる気がうせちゃうなんてそんなことであったら予習した方がいいって。 予習ありで、えー、あの受講していただくことになるんですが例えば日曜受験の、まあ、方をですね、えー、なのか土曜受験なのか金曜受験なのかにもよるんですけれども本当に1週間前だから土曜受験だったらばば、えー、日曜曜からら、えー、違うな土,曜受,験あ土曜受験だったらば月曜から。 で日曜受験だったらば火曜からというような形でそのある1週間の勉強スケジュールえちょっと書いておきましたのでえちょっとですねあの見ていきましょうまずまずですよ、えー、何をやっていくかというと、えー、まず予習をする際にやるべきことまずテキストを読んでくださいテキストを読むでテキストを読み込む。 えというふうに書いてあると通りですね。単にこうざーっと読むんじゃないんです。読み込んでください。で、その際に。 皆さんのテキストってどれが重要でどこがそんなに重要ではないかっていうのは多分勉強すする際にメリハリハつけてますよね実践力のテキストですと編みかけ部分が重要でそうでない部分が重要じゃないっていうそういうあの違いがついているんですが別に実践力のテキストではなくたって例えばネモさんが「パーフェクトローラー」のテキストだったら重要マークがついていたり「ブレックスルー」など使っていらっしゃる方は講師がチェックをしろと言ったりねここ重要だよっていうのを A ランクとか表現する講師もいます。そうやってて絶対履歴として何が重要で、えー どこが重要じゃなないいいいのかっていうのかうはは多分、えーま、メディアリーマーマててるはずんんんででですすねでそれに従って読み込んで欲しいんですだからあの例えば重要であるところはぐりぐりとそれこそもう全部暗記するぐらいのつもりで読むけれどもここはあの読み逃しておけばいいよとかここは余裕があったらとか言われていたまた講師によっては B ランクとかって言うかもしれないそういったものに関しては読みはしますよ一度読んではほしい読んではほしいですけれども何かその重要なところ以上にです、ね、こう何かしっかりと暗記しようという姿勢で読む必要はないと思います。 だから自分で読む際にもその温度感というのを、ね、必ずつけてくださいでそしてテキスト範囲の部分のテキストを全部読みましたら続いて過去問を解いてほしいんです。 で過去問については何年分なんですかとよく言われるんですけどもうね正直過去問何年分ですかとか聞いてくるのを、えー、初級の方だったら分かりますよ初級の方だったら分かりますがもう2度,2度以上の方だったら正直もう自分で決めてください。もう一応目安は言います目安安はは言言いいいいまますすけれれどもおその決められないというか 決めたにもかかわらず隣の人が平成以降全部やってるからやっぱり平成以降やらなきゃいけないんですかとか、ね、あの先生私13年以降って、えー、決めたんですけど隣の人は30年やってるって聞いたんで不安になっちゃってとかって言ってくる人に限って結局13年以降だってちゃんとやってないですからもうねあの最低10年でいいですよ10年さえ守ってればそれ以上でもそれ、えー、以下はだめなんだけどそれ以上であれば正直1年や2年3年4年違おうが。 合否に影響はありません30年分以上やったらね必ず十3年分以上13年から先やった人と30年平成以降全部やった人とどっちが受かりやすいですかとか質問を受けるんですけどあのそんなのね人によりますっていうか多けりゃ受かりやすいという発想からまず離れてください離れてください去年実践力であの生講義で受けた方なんて本当に10年分しか受けてないやってなかった人2人生講義で受かりましたよ。私の知ってる方 であの生講義でかなり実践力受かったんですけれどもその中でも2人よく質問されてこられた仕事しながらの方2人とも実力要請以降1月以降は10年分しかやってませんでしたでそれで受かってますからでそれはら彼らは2回目か3回目の受験だったと思いますがその少なかったら受かりにくいという発想からは離れていただいて結構です。でえー、過去問でししょでそれからあとはプラスして まあ自分が使っている何かですね例えば携帯使用書士みたいなものを使って勉強していたってまたはの私のクラスの方だったらまた例えばスマホで暗記使ってるセルフレクチャー使ってる、ね、ネモさんのクラスだったら何かな,、まあ、なんかこう補助的な問題集的なものを年内から使ってるものがあるんだったらそれもやってください。それもやってくださいなんかですから、えー テキスト読む合格ゾーンやるでまた携帯使用書士とかまあ私のスマホで暗記だとかその年内からやっていた何か補助教材的なものを年内から取り組んでいたのであればそれもやるこの3点を必ずやってで実力要請を受けるというふうな形がおすすめなんです。でそうすするとですねあのよく質問を受けまして、えー テキストを読んでるだけけででで終わっちゃうんんすけど、テキストを読んで、えー、範囲まで終わらなかったんですけどとか過去問までいかないんですけどみたいなそういうようなことをですね質問されてくる方が、えー、結構いらっしゃるんですでそうならないための一つの、まあ、アドバイスとしては、まあ、2ページのところはテキストを読んでから去問っていうふうなねことを、えー、こう。 テキスト読んでから過去問というようなことをですね、えー、あのおすすめ、まあちょっとテキスト読み込みプラス過去問ねということをのやり方を採用しているんですけれども、あの。 もしテキスト読むだけで終わっちゃって全然過去問までいけないという人がいらっしゃるとすればそれね反対にしてください。えー、過去問解いてからテキストにした方がいい。でどういうふうにやるかというとちょっと皆さんあのパンフレットの実力要請の範囲表をちょっと見てほしいんですけど実力要請の範囲表を見ると、えー、実力要請の範囲表はあパンフレットの18ページ18ページ第1回目は民法総則、物件総則、占有権あら結構ありますね。であののの避けるのが例えばその まあこの2ページのところで言うならば火曜日、水曜日、木曜日、金曜日4日間フルに使えるというバージョンで説明するとするならば2ページの,ねあの,このスケジュールでいうところの火曜日、水曜日、木曜日、金曜日ね4日間フルで使えるのであればこの相続、物件相続、占有権を4分割するんですすよで4分割するとどうですすかねこれ4分割するとまず占有権だけで 1, 1問占有権。 占、まあ、有権で1日物件相続で1日民法の例えば代理までで1日あ代理までじゃい多いかあの意思表示までで、えー、1日で代理と時効で、えー、1日かという民法相続を、まあ、その意思表示だ思想宣告とか権利能力とか意思表示ですとか追認取り消しなんかのところまでで1日代理から先時効までで1日って4分割するんですね。 で 4, 4日避けるんだったらですよ5日避けるんだったら分割してくださいその分割は自分でやればいいで分割してじゃあ例えば今日は意思表示までだったら意思表示までの問題をまず10年分ダーッてやるんですよ。 一四時までだったらだいたい一年に二問ぐらいずつ出るから二十問ですね。二十問をバーッと解いて、でその時に問解問解と解かないでください。もん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 問問問問問、題だけ二十問ダーッと解くんです。問題だけ二十問ダーッと解いて、自分のあのエクセルかなんかでこうあの一問目足あいウエオとか、えー、と足の丸バツを書き込むエクセルのシートとか作っておいて、であの一問目ああ丸いバツウ丸ねエバツとか言って、で組み合わせで答え何と言って シートだけ作っておいて回答表にだーっと20問まず問題だけ解く問題だけ解いたらま,また1問目に戻って答え合わせしてください答え合わせしてあの足ごとに答え合わせして間違えた足についての解説を読みますあ当てた足についた解説読まなくていいんじゃないですかで、そうやってもん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 で20問解いてから解説だけえ20問分だーっと、ね、答え合わせと解説してそれでまずう 過そうしたらその足でその足でとうかそのうんまますぐにその分野のテキストを読んでくださいテキストを読むねだから過去問からもうあの時間を空けずにすぐ今の意思表示までのテキストをダーッと読んでいくんですでその時にそうするとですね今さすがに過去問解いたばかりですから、えー、今解いたあま,ま,ままの頭でこうテキストを読みますとあここ出てたここ出たあさっきここ足あったあこれも出てたなあこれは出てないなとかいうふうにねおのずとメリハリがつく、えー、まあ あのテキストに自分のメリハリ書いてあったとしてもさらにメリハリをつけられるさすがに今解いたばっかだからでそうやって過去問を解いてすぐにテキストを読むこれをワンセットにしてほしいこれで1日おしまいで次の日は今度は代理から時効まで同じように「もん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 」で問題だけ全部解いてで回答答え合わせと間違った足の解説読みをセットでやってすぐテキスト読むでワンセットですでそうやって4分割して4日間で範囲の部分を終わらせるとそういううなイメージそうするとねテキストだけ読んで終わっちゃったんですけどってことにはならないはずです でもちろんただスピード感は必要ですからそ,こその,あの過去問からやったからといって必ずですねあの終わりきるとは絶対宣言はしませんけれどもそういうような形の予習というのは1つおすすめだと思いますで。やっぱり終わらないんですけどって言ってきた人に今のやり方に転校チェンジしてもらったら、えー、終わるようになったという声は結構あの聞こえますのでそういった、ね、あのアドバイスとしては有効なんだろうなと思います。でこちらの それから2ページのところである1週間の勉強スケジュールということでですね 実践力の受講生の方ですとか、また独学でやってらっしゃるような方でマイナー科目の年内インプットが終わってないという方もいらっしゃるかと思います。そういった方はサブ的に年内できなかったマイナーのインプットを取り入れていってもいいのかなということで、そういった方へのアドバイスとなっています。ですから月曜日は統廉対策の勉強は射線になっているのはじゃあマイナーをちょっとね、えー、やる日にしてなんていうふうに、でカー木金を実践力実践力統廉対策のにフルに使う。 で土曜日受験を想定してで土曜日受験したら速攻解説講義並びに復習までできれば本当日中にや,らせやってしまいたい、ね、でもしできなかったとしても少なくとも半分については当日中に復習をしてほしいと思いますでそして次の日までは許容範囲ですね次の日までにその半分の残りと記述の復習をするとでかけて2日かけて2日と。 いいうようよなな形をお勧めしているわけなんですでもちろん、ね、人によっては4日かけられない方もいらっしゃるそれだったら3日三日にするとあの3分割というのは結構です、ね、あのきつくなってくる3日、ぎり、まあ、3日避けるというのがギリギリないんですかね4日咲くのが実はあのボリュームゾーンだと思うんですが、まあ、多ければ多いほどいいんですよ5日避けるんだったらそれを咲いていただいていいんですけど、まあ3日よりも下回るということがちょっとないようにしてほしいなと思います。 でそしてです、ね、記述対策としまして先ほど言ったとおり1週間に2問ずつの新作を解いていくことになりますからそ,のそれ以外に、まあ、ここ週の半ばで1問ぐらいは初,初見の問題解けるといいなという希望的観測です、これあの実際問題は当連の問題だけになっちゃう方がほとんどです、でそれで受かっている方たくさんいらっしゃいます。 だから理想を言うと週の半ば水曜日かなんかに初見の問題を1問ずつ、まあ、この1問ばらしてもいいですよ水曜と木曜とかに不当1問、小当1問。 見のの問問題題をを手持ちの問題をやる、ね。例えば手持ちの問題っていったら外反の書籍の問題集とかね、まあ、あのレッグから出ているものじゃなくてもいいですね、えー、レベルはそんなに問い,問いませんで難しいのをやれやいいってもんじゃないからその若干ちょっと劣る、まあ、ベーシックレベルまで落とすのはちょっとどうかと思うんですけどその少しベーシックよりも難しい問題であればやってない問題をできれば1問ずつ入れたい。 でもこれはあの希望なので理想,理想なので理想叶わなかったらすなわちアウトというわけではないのでご安心いいいたただきたいと思います。さあそしてですねこのサイクルが軌道に乗ってくるのは多分3回目以降ぐらい、ね、だからもうなかなかの民法のうちに軌道に乗ればよしというぐらいなので。まあ それをできれば、ね、なるべく早く軌道に乗らせるために、えー、まあこういった知識ってのは本当に必要じゃないかなと思います。で、点数なんですけれども大体どれぐらいをこう目指していけばいいのかで予習ありの場合には大体皆さん25以上は取っていきます。で予習ありでではドーピングですからね 予習がちゃんとできなかったら25は取れませんけど普通に予習してたんであれば25ぐらいは取っていくで27とか8とか取れる人もいます場合によっちゃ30以上取れていく人もいますだけれどもその決しておごることなく30とか289とか取れるとやっぱすげえおおすごいじゃん30に近づいてきてるじゃんとか30ね、えー、乗っかってるってことはおお安心だとかすごく皆さんこう安心してしまうんですけれども予習ありで2930は当たり前ですからそのまあ 最善の分野だとちょっと予習ありでも29とか30はいかないんですけどでも25は少なくとも予習ありだと言ってくると思う、ね、それにもうあのこうね、えー、天狗にならずに、まあ、ならないと思いますけどそのなっちゃう人いるんですよやっぱりこう予習ありという、ね、状況なのにもかかわらず今まで取ったこともない点数が毎回叩き出せるもんだからおなんかすごいいい感じじゃんって言って調子に乗ってるおかしいねあのなかなかいうまくいったと勘違いしてしまってでファイナルトーレンでガクンと下がったのに立ち直れなくなっちゃう。 という方が、やっぱ出てきます。 でガクンと下がりますよファイナルトーレになったら下がらなきゃおかしいんです予習ありで行ってファイナルになったら予習も何もあったもんじゃないからファイナルであるく然とするほど点が下がりますそういうもんなんですがそこからまた上がってくんですよ上が受かる人はなのにその予習ありで25とか平気で取ってるのがなんか自分の実力だと思ってしまった人がファイナルでガクンと下がったのに立ち直れなくなってそのままグダ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 その低空飛行でですね、えー、せっかくこう上昇するチャンスがいくらでもあったのに。 気持ち的にも切り上げ切り替える、えー、チャンスがあったのにうまく切り替えられずになんか焦り焦りばっかり負の連鎖で、えー、うまく上昇できずに失墜してしまうという方毎年見てますので本当にあの予習ありの場合にはこう怒ることなくねいや謙虚な気持ちで、えー、毎回毎回望んでいただきたいなと思いますむしろ予習ありなのに間違えたところに関して少し反省するぐらいのつもりでね望んでほしいなと思いますさあそれではじゃ実力養成の復習方法二ページの丸四行きましょう復習方法全。 前足やるか、間違えた足のみやるか。これネモさんなんて言ってました。全、えー、足やるか、間違えた足のみやるか。過去問出題実績が解説冊子についてます。過去問出題実績が、えー、解説冊子についていて、それが自分がやった年度以降の出題実績だった。例えば十三年以降やっていて、えー、過去問出題実績十五の何年分のをとか書いてあったね。で、十三年以降やってるんだから十五年の出題はやってたはずなのに間違えた。 過去問実績があってそれで自分が解いたことある過去問なのに間違えたというのは絶対やってくださいところが例えば昭和の問題昭和の問題は書いてないのかな、えっと、自分がやってない年度の過去問番号は書いてある、ね、でも自分がやってないでおまけに知らなかったっていうんだったら私は別に復習しなくてもいいと思う。えー、1月月から3月の時期ですけれども、 復習に時間かかってしまうのであれば、自分が知らなかった足については復習しないというやり方があっても構いません。むしろその自分が知ってる足なのに間違えた、知ってなきゃいけない足なのに間違えたねというようなものを中心に復習する。で、A だとか B だとか C だとか足別にあの重要度が書いてありますから、C とかになってるものに関してはも全然見なくていいですよ。C とかになってるものに足ごとのね重要度として復習の指針として A とか B とか C とかついてるんですよ。C になってるものはもう復習の際に見なくていいとね、えー、いうこと。 の実力要請についてのですね、えー、実力要請についての、えー、こちらの実力要請冊子についてはちょっとこちら見てみてください。あの42ページパンフレットの42ページなどに42ページのところにその。 42ページ解説冊子のところに復習度あそうだごめんなさい ABC のあったら星印だね星1つから星3つまで、ね、復習度というのがついていてあと出題実績として、えー、平成23の4の王とかね平成昭和57年以降出題なしとかでそれで先ほど言ったのこう出題実績が自分が解いたことある解いたことあるです、ねえーあのー、年数なのに間違えたとか、えー、いうことであればまた復習度を星の3つなのに間違えたっていうのも。 出題実績なかったとしてもやっぱ見た方がいいだけれども復習の2つ以下ででもって自分が解いたことある過去問ではない場合にはもう復習しなくていいです復習しなくていいえ,えそしてまた星1つだったらもう論外出題実績あっても論外出題実績が自分が解いたことある過去問でも論外ですよ星1つだったら自分が解いたことある過去問であったとしてももうえこれはあの えー、飛ばしちゃっっててていいいただいて構いませんそうやって復習の足のメリハリというのも、ね、しっかりとつけていいいたただきたいと思いますでもっと,やっと間違えた足をノートに書き出す人いるんですけど絶対やめてくださいそれあの今の時期に間違えた足ノートに書き出したってそんなに二度と使いませんからえ今あの、ノートに、ねえー、間違いノート的なものを作っていいとしたら、まあ、記述の初見問題については間違いノートを作成してもいいかなと思います。 でこの,記述の、えー、間違いノート、えー、どうやってやるかというと例えばですよ自分がの作成したあの記述の答案用紙ありますよね提出する前にスマホで写真を撮ってください。 別にレックだからあのあの、ねえー、カンニング疑惑かけられませんから提出する前にスマホか何かで写真撮る、まあ、できるんだったらコピーしていくとでコピーしてコピーを手元に残して原本を提出するでそのスマホで写真撮ったのをプリントアウトしてくださいでプリントアウトしてそのおその自分が書いたものに赤ペンで丸つけていくで丸つけて間違えたところに関してはなぜ間違えたのか反省文を書いておくと役員の補欠規定を見逃したとか。 えと権利義務役員なのに退任日を、ねえー、権利義務中の死亡の日にしちゃったとか例えばあとは何、えー、でしたっけ、あのー、任期慎重規定に気付かなかったとか、ね、就任承諾が次の日にずれてたのに気付かなかったとかそれから不当法だったら名変に気付かなかった、ねえー、それから何でしたっけ名、えー、変に気付かなかったあとはなんだ抹消後に相続だったのに先に相続させちゃったとか,かそれ何が判断、えー、ミスを招いたのかっていう。 反省文を赤ペンで自分の友に書いていくんですよ。で何が判断を、まあの誤らせたのか、でそういったあの間違いの履歴をストックしとく。それでがあここでいう間違いノートと呼ばれる私はそうやってやりました。 私はあの毎回毎回あのトーレンって提出する前にレックの受付のところに行ってなんか10円かなんかでコピーしてくるんですよね10円でコピーしてもらってでコピーをストックしてそこにも赤ペンで反省文もう傷に塩を塗るような作業ですけどそれをこうやって書くことによってああ何でこんなことやったんだその悔しい思いをねま二度とやらねえぞと思いながらストックしていくでそういったあの作業がすごく役に立ったと思いますから、まあ、間違いノート的なものは作って記述だけですね。卓率については間違えた足を書き出すとかいうのはあんまりお勧めしません。 さあ、そして、えー、続きまして、えー、3ページのところなんですが、あのー、実力要請が、まあ、こうやって3月までこうずっとやっていくことによってですよ、えー、一通り3月末で一旦こ実力要請が終わっていきますで終わりましたら必ず皆さんにちょっとお,お,お話したいんですが頑張ってやった方こそ聞いてほしいんですが一旦三ん3末で一回区切ってくださいでこれをやらなかったことによって多くの失敗者が出ていますでどういうことかというと頑張った自分にご褒美をあげてほしいんです。 ご褒美って言ったって何か物を買うとかいうんじゃなくて、まあ、それでもいいですけどその休息を取ってほしい半日以上の休息を3月の段階で入れてください4月の頭でもいい、ね、とにかくファイナルが始まる前に私は丸1日ぐらい休んでもらった方がいいと思ってるんですがそれをやらないで、えー、いや気、まあ、ばっかり焦って4月に突入してしまうとゴールデンウィークで失速します。 で失速者は毎年見てるので大体、ね、もうゴールデンウィークに腐ってる受験生も先生、どうしようやる気ねえやる気ねえよもう電池切れちゃったよとかみんなが鼻息荒く勉強し始めるまさにちょっとつもをしんで勉強しなきゃいけない5月ですよやる気ないよ先生もうどうしよう電池切れちゃったよとか言ってくる受講生ほどあの3月休んでないでしょって言うと休んでませんだってしん休めないよと1日休んだらどんだけ後退しちゃうんだそんな休むわけないじゃんとかって言ってるんですねもう手にに取るようわかります。 人間の集中力って3ヶ月しかマックスなんですって。3ヶ月走りきった後にですよ、一旦こう自分をクールダウンさせないと皆さん真面目だから根性でね月月から5月ぐらぐいままで集中力伸ばせます。なんですけどどんなに伸ばしたって4月のところで普通の人よりも3ヶ月が限度だったら1ヶ月伸ばしちゃってることになりますからもうヘトヘトですよ。で5月になって暖かくなってね世の中浮かれてきてなんていうことになるともうダメです。 もうあの糸の切れた風船よろしくふわふわ、ね、飛んでいっちゃったりまたあのやる気なくなっちゃったり、ね、そういった人に限って本当にさんまつ休んでないもう面白いように同じですよもうもうああ休んでないでしょって言うと、はい、休んでませんあ,のああ君もかということを毎年同じこと言っていますので,でそうなっちゃうと、ね、そこから休むって地獄なんですよ。 でそこから休ませて、えー、復活した人過去に何人か知ってますだけど言うこと聞かせるの大変でしたもう本当にそに5月にちょっとじゃあ休みなとか言ったって休むようなこと気がわせちゃってできませんのでねで本当にもう無理やり休ませてまあその,その方はね私が今あのよく一緒に仕事してる人なんでいまだに酒飲むとあの,あの時先生あの本とにきちあ,の、ね、あの時よく休ませてくれたっていまだに言われるんですけど。 あのー、3回同じことやった人だった3回ねその,その時期同じ時期に電池切れちゃうっていうねいうことをあのやった人だったので、えーまあ、無理やり休ませるっていうねあのことをさせたか過去にそういう経験があるんですけどでもそれは本当に至難の技でよほど講師と近くないとねなかなか皆さんに提案はできませんから3月に本当一日でもいい、ね、あの例えば足湯に行ってくるとか,なんか日帰り温泉行ってくるとかおい、まあ、しいもの食べに行ってもいいそれはちょっと押さえておいてください。そそれでではじゃあ3ページのの月月から5月中旬までちょっとえ のその先のお話もさせていただきます。で、4月から以降になりましたらね、ねファイナルトレン始まります。で、ファイナルトレンが始まりましたら、先ほども言いましたけど、ファイナルトレンでもって新しい知識なんていうのはですよ、もう絶対入れないでください。で、この時期に新しい知識なんか入れようものなら、その絶対にふわふわした状態で本試験までに定着しません。使える知識にならないんですよ。 で今までその2年も3年も勉強してきたのにまだ使える知識にならないものがあるのにこの時期に新しい知識入れて使えるようになるわけないじゃないですかだからもう新しい知識を全く復習しないもう知ってる知識だけで解くし消去法でね知ってる知識だけ復習すればいいんですでこの時期は知ってる知識だけでも相当数なってるはずですからこれ知ってるってうものだけ復習してください 「でえー、あの不足知識のインプット」って書いてありますけどそれは今まで知らなかった知識のインプットではありません知ってなきゃいけない過去問番号が振られていて自分がやった過去問なのにまだ定着してないそういう知識を確実にしていく知識あの時期だと、ね、とにかくベテラン勢見ているともうあの知ってるつもりになっちゃってる人がどれだけ多いか、ね、あの本当に知ってるっていうのは分かってるというのとぜあの分かってると知ってるっていうね 状態ってものすごく溝が深いんです。で、これ知ってるぐらいでは受かりませんのでね。あのもう分かってる、深く分かってるという知識のを、えー、増やしていくべきでね。あのふわふわなんか見たことがある的なものを増やしてもしょうがないね。そういったことは注意してほしいなと思います。そしてファイナルトレイの復習方法も同じです。ですから間違えた足で自分が過去問解いてたはずなのにね、間違えたものをぜひ復習してほしい。そして丸さん。 えー、卓一については、えー、過去問や当連の問題を繰り返してください。で、今年に関してはですね、あ来年に関してはちょっと例年だとこれ皆さんの。 基準当たの人だと当連の問題を回す題材にするのはお勧めしなくて過去問を題材にして直前3ヶ月ぐるぐる回した方がいいよっていうお話を毎年してますだいたいね当連の問題実力要請当連の問題ねとファイナルの問題を解く度ごとに加えていって当連をベースに回すっていう人と過去問をベースに回すっていう人と2パターン出てくるんですが。 えー、基準点未到達の人は通常過去問を回す台座にするのが安心だと毎年言ってますところがね今年に関してはあ来年に関しては 再建法の改正がありますからちょっとですね再建法の9法をベースに作られた問題を解説だけ、えー、再建法改正に対応させてますよね今合格,合格ゾーンところがあれすこぶる不評なんです不評なんですというのは別にレックが不評なんじゃなくてやってる皆さんにとって非常にあの不満の声が上がってますで、えー、論点がずれてるから解説だけ、えー、いわゆる再建法に直っても全然改正,改正法の勉強した気にならないんですけどという声ですで おっしゃるおりで、えー、全くですねあの債権法の改正に解説、えー、だけ対応させても実は合格ゾーン過去問をやる良さというのが実は死んじゃってるんですね。ですからちょっと来年に関しては債権法の分野についてと相続法の分野についてだけはその改正をベースにした。 新作問題を回す題材に入れることをご検討ください。で、ご検討ください。とか、それを取り入れないといけないとね。だか例えば過去問をベースにしつつも、再権のところだけは実力要請。答練の第3回目の再券の分野を差し替えるとかね新法で作った問題を必ず解いてほしいね。で。ちなみにあの私は毎年あの？ 直前択一過去問絞り込み講座といって過去問をベースに3ヶ月どの過去問を回せばいいかっていうのをう合格ゾーンの抜粋問題集を作って皆さんにこれだけ回せばいいからっていう講座をいつもやってるんですが確か28ページか中にパンフレットに載ってますがその直前択一過去問絞り込み講座3ヶ月間の間にこれだけ過去問やればいいんだよこういうスケジュールで回せばいいんだよってことをねあの皆さんに提案して解説講義もついているんですが今回のし 直前択一過去問絞り込み講座も債権法の分野に関しては問題差し替えます。問題差し替えます。新作問題にします。えですので。 あのページパンフレットの28ページ直前択一過顧問絞り込み講座に関してもです、ねえー、再建法と相続法の分野あないしは、うん、教託法なんかもそうですかね再建法改正によって影響出ちゃう教託法司法書士法こういったところはただ単に解説だけ新法に直しても何の意味もないので新作問題を入れていこうというふうに思ってますからちょっとそういったあの直前期の回す題材で再建法改正の影響だけはちょっと注意していただきたいなと思います。 さあそしてですね、えーあのー、この時期に最低でも4回は過去問回したいですね,ね1回目はゆっくりでいいですよ1回目はゆっくりでいいだけど2回目はちょっとタイトに3回目はもうちょっとタイトに4回目、えー、さらにタイトになんてねほんと最後の最後に最後の1週間で全部過去問を7で割って。 全部の11科目を7で割って1日7で割った11科目を全部やり切って最後の1週間で本試験を迎えるなんていうそういうやり方をした方もいらっしゃいます、まあ、直前卓越学校も絞り込み講座は、えー、あのだ第1回目無料体験等できますので、ね、ちょっとご検討いただくとエッセンスだけでも聞いていただくだけで全然違いますのでまあ、あの1回目だけでいいから出てみてねっていうことは毎年申し上げてます さあそれではこの5月中旬まで、えー、暗記の作業もやらなきゃだめです蒸気と並行して細かい暗記作業を繰り返していくで暗記っていうのはこの時期を覚えたってすぐ忘れますよあいいんですよ忘れて忘れていいんですけど来たるべき直前超直前期に対してどうせ忘れちゃうんだからって言ってやらないんじゃだめなんですよ、ね、だから暗記作業はこの時期から本腰入れていくそうは言っても定着はなかなか難しいと思いますいいんですそれでそれでいいですから繰り返していく。そして 記述についてはこの時期必ず週に不当法、小党各2問ずつ得意にしてください先ほど1月から3月は2問は無理かなって言ってましたけど、えー、この時期になったら2問は解きたい初見ですよそれも本試験レベルの問題を2問ずつですから、えー、2問ずつ本試験の前の週まで、まあ、さすがに。 1> 1週間前に2問解くのは怖いね最後、枠ずれで終わっちゃったら不安な、ね、不安な感じで本試験を迎えることになりますから最後の週は1問でもいいですけどその2週前までは確実に週2問ずつ週末にファイナル公開模試がありますからそこで新作もらえますよね。ということは自分で用意しなきゃいけないのはファイナル公開模試がない週の週末の分と週の半ば例えば、水曜日にやるんだったら水曜日に、えー、解くべき1問。 大体本試験まで4月から15週間ありますから少なくとも15台プラスアルファです。でえーまあ、週末は大体ファイナルが公開もしあると仮定して、まあ、178問ぐらい用意しておけばいいのかなで17、8問を手に入れななきゃいけないけんですで。そこをやはり皆さん、ね、あのしっかりとこれはあれですよ4月になってからバタバタしてたんじゃ受かりませんからね。 4月に入る前に果たして自分は何問ストックしておけばいいのか手元にやってない問題何問あってそして何問足りないのかというのを3月までに計算しておいてくださいで。計算して足りない分を手に入れるんですどうやって手に入れるか外販の問題集買うのかそれとも他社の公開模試受けるのかで、えー、またあのおなんだ、えー、レックのこうあうなんだオプション講座なんかで手に入れるのかでその際に気をつけてほしいのは、うん、例えば15週間で え週問問ずずつつだったら30問ずつでしょ不等30問消灯30問が必要ということで,でそのうち、えー、実力判定5回,ファ,回ファイナル6回で実力判定で7回でその後5回の公開模試がか二12回分はレックの公開模試とファイナルと実力判定模試でレックから提供します。 15週間あって1週間2問ずつだと30問30問の新作を揃えなきゃいけないそのうち12問についてはファイナル実力判定それから5回の公開模試で12問なんですよだから12問はほっといても手に入るので30問から12引いた十18問だ18問皆さんが手に入れなきゃいけないってことじゃあ18問どこから持ってきますかでその レックルレック率を半分に抑えてほしいんですだから今12問レックでしょだからレック増やすとしたらあと3問だけですレック増やすとしたら15、15レック15問他社15問って感じでそうなると そのまあ、レックで増やしてあと3問例えば去年の模試でやってないものはあ,ってありましたじゃあそれ去年の模試でやってないの 5, 5, 5回分全部やってなかったからじゃあそれレックの模試5回分、ね、足しちゃっていいですかそうするとレック率多くなっちゃうじゃないですか,だからレック率足していいのは3問まで、ね。 あと15問はレック以外が作った問題やってくださいで、私が言うのが間違いないでしょレックレックが作った以外の問題というのはやっぱり他の人が政策に関わった問題の方がいいんですどうしてもやっぱり作り手が同じだと問題にちゃうんですよなので、えー、おすすめなのはまあレックでいう販売をしてるんだけれどもレックの制作スタッフが作ったんじゃない 太郎と花子の事件簿、三十二ページのパンフレットを見ていただけますか。三十二ページの太郎花、太郎と花子の事件簿、二千二十。で、これ一回目から四回目までは、前年のリバイバルなので、えー、昨年取られた方は重複しますので、ご注意ください。だ五回目から八回目までは、新作問題ということになります。まあ、これやらしいんですよ。もう。私、あの、あの、悪態つきながら、これ、あの、と、解きましたよ。去年。なんだ、これ、とか言って。もう、赤松さんのこの、あの、性格の悪さが問題ににじみ出てるという、ね。もう、本当に難しい、難しいっか いやらしいんですなんでそこを引っ掛けるかなんでそこをですね、えー、あのわざとこうあのじらすのかみたいな非常にあの、ね、まるでなんかこう。 自分補補助助者者ったたみい本職の前でね、ちみ上がって私も新人の頃ミスしないかどうかビびくびくしながら実務やってた頃を思い出すようなね、あなんかこれ、間違えたらなんかね本職に怒られるみたいな、そういうなんか嫌な汗をかきながら、私も解きました、さすがに枠ずれとかしませんでしたけど、正直、赤松さんのあまりのちょっとね、ねちっこさにですね、ちょっと悲鳴が上がる、でもそのねちっこさが、実はあの本今年の本試験なんかには非常に生きたんですねで。赤松クラスののゼミの合格者は非常に多い ですしまあ、これ赤松さんが大阪でゼミをやってる問題の問題集を外反してるんですがこれはね非常にお勧めだと思います。 それから他社の,の模試、でしょ他社の模試他社の問題集、赤松さんのたろはな、たろはなマスト、えー、ですから取っていらっしゃらない方は、ね、ぜひこれ取り入れてほしいなと思いますのでとにかく新作問題、えー、不等30、小等30、うちレックで12問、プラスレック問題足して3台まで,でそれ以外の15問,15問は他社から持ってくる、で他社から持ってくるときにこのたろはなは他社扱いで、えー、使っていただいていいですよと、ねで。あと例えば ななんかかやるじゃないですか大体あのどの予備校でもあ,の、ねえー、とある公開もし、まあ、申し込むと問題1問あげますみたいな <laughs> そういうのとかもうまく利用していただくのはねちょっと私の立場であんまり言えることと言えないことあるんですけど、まあ、皆さんのためだったらもうそういうのもありだと思います。 さあそしてじゃ新作得点以外はすでに解いたことある問題を繰り返したり非難型を覚えたりねうようなことに当ててみてくださいさあそして最後に長直前期の5月中旬から本試験までまあこれ今聞いてもちょっとあれかもしれませんがこの時期はもうね新しい問題を取り入れたりせずねもうとにかくアウトプットを繰り返しでこの時期絶対に間違えた問題のみまた苦手な科目のみの勉強に偏ると不合格になりますよっていう話は毎年しているところですただこの5月中旬から本試験まではいやね本試験 出陣式という、ね、毎年の,あの、えー、まさに出陣する2週間前に皆さんにあのあ違うだどうなる今年の本試験かどうなる今年の本試験で3月末に、えー、実際に3ヶ月前の勉強方法についてもう一度全、えー、講師で全講師って言ってもあの中上級担当のオールメンバーでアドバイスしますその時にもうちょっと詳しい話させていただきますからそれをお聞きいただければなと思っているところです。 さてあの今ちょっとお急ぎでいろいろお話をしてきたんですけれども皆さんあの実力要請でのいよいよねスタートを迎えまして年内のいろいろ反省点あると思います勉強がなかなか思い通りに進まなかったね大丈夫なんだろうか。 大丈夫ですよ1月からで本当に、ね、あの変わってきます1月以降の頑張りが12月までの、ねえー、不甲斐なさを払拭することは十分可能ですそうやってテイク引きしてた人が1月以降にねひと間向けて人が変わったかのように変わって勉強できるようになって勉強できるようにっていうか、えー、ちゃんと実力ついた例をいくらでも知ってますしまたあの年末まで結局勉強できなくて年明けから用意どんでスタートして受かっちゃうなといなっ人もいますから。あの今まででののの勉強の思いい通りできないものは一旦 忘れてね。1月以降でどうとでもなるというふうに申し上げておきたいと思います。で最後なんですけどもえー、っとですねあのまあちょっと。 これは言ってくれて言われたので言いますね。年末年始に私と森山さんあのそれぞれエルタワー本それぞれ二人とも新宿エルタワー本校で年末年始道場というのをあの実施いたします。年末年始道場まあ、毎年やってるこれなんですけど私はあの不動産東京の総論分野これで総ざらい道場を十二月二十九日に実施いたします。で通信でもこれ実施されますのでとにかくこれあの絶対取れと言ってるんじゃないんですけど今年は食券登記全部解説食卓登記全部解説 毎年あの一括申請全部解説しますとか「不、えー、機登記主登記全部60個やります」とか「これは不機だこれは主登記だ」とかそれ全部解説に重きを置いている講義なので普通だとなかなかそう全部解説できないんですけどそういうの聞きたい方はどうぞご参考までに。で森山さん森山さんを紹介しないとまたすねちゃうんで森山さんは12月30日にあの携帯司法書士で会社法消灯法のですね、えー、創生離道場を実施するそうです。1日でで、ね、で会社法消灯法をとととかしちゃおうといういいことですのでいずれもあの新宿エルタ 本校で実施していきますもし興味があればですねどうぞあの受講を検討していただければと思いますそれではあの1月以降でどうとでもなるという、ね、ことを、ね、もう本当に強調させていただきますからへこむことなく、ね、来年もう皆さんの将来明るいですよ、本当に今どこ行っても人不足、人不足みんな私に言えばあの合格者紹介してくるんだと思って方々から先生が電話かかってきてもう最近ではも5人とか3人、海野さん3人ちょうだいとかな何人がですかって合格者。で私に言えば 合格者が、ね、いくらでも出てくると思ったら間違いですよって、ね、もうあの、えー、1人紹介するにつき何万かお金もらおうかと思ってるぐらいででもそれだけ人手不足なんです本当に今あの景気は悪くないですから皆さん待ち受けてるね仕様書士業界は非常に明るいと思います。 えですので、ただその波はオリンピックまでですよ、オリンピック、えー、まあオリンピックまでっていってもオリンピックは終わってからすぐには波が消えることはないので2022年、1年、2年、1年は大丈夫かな、2年は分かんないですね、ちょっとそういったことを考えると早く彼に越したことないですから、ぜひね、あの皆さん、えー、今一度おやる気を、えー、燃やして頑張って,いっていただきたいと思います。それれでではは今日はあの日日本本だっててゃ聞いいらっしゃる方は大変お疲れだと思いますが、えー 根本運動が伝授年明け6ヶ月の学習法、えー、改正法対策とおトレの使い方についてのガイダンスをじゃあ以上で終了させていただきます皆さんどうもご清聴ありがとうございました